松潤さん、明けましておめでとうございます。改めまして速稼塾の久保です。オリエンタルラジオの藤森さんってあれフェイクだったんですね。私ね、ニュースのその何ですか、速報だけ見てちょっとねお話したんですけども、いや失敗だったですね。いやそういうことあるんですね。でもやっぱり引き続きチャラ男ということで許してあげてもいいんじゃないかなと思います。まあこういうふうにね、情報ってのは誤報もありますんで、誤報もあるということ込みで情報っていうのを受け取っていかないといけないかなと。受け取ったものが全部がね本当なんだとか、誰かが言ったからそうなんだとか、どっかに書いてあったからそうなんだっていうことではないと思うんですよ。今ねアメリカではトランプ戦っていうのがねあります。トランプ戦じゃない、大統領選か。でトランプ大統領が1月6日に何か起こすんじゃないかなって言われてますけども、バイデンさんがそのままね次期大統領になっちゃうのかなっていうこともありまして、全然わかんないですね。裏付けを取れば取るほど騙されちゃいますんで、やっぱり私たちは自分の判断力がすごく大事なのかなと思います。そして芸能人の結婚の一覧、すごく興味深いですね。こういうのをまとめてる人ってのはあんまりいないと思うんで、うん、なんかオリコンから、なんかね、動画に起こしたみたいですけども、オリコンニュースってのまずね、見なくなっちゃいましたね。うん、ミュージシャンの間でも、もうすでに見るものってのは、要するに古いニュース媒体ではなくて、インターネットとかもしかしたら YouTube になっちゃってるのかもしれないですね。ということでね、ミュージシャンとしてどっから音楽の情報を取るのみたいなことでちょっとね興味がある方もいると思うんで、そういうところもこれからね紹介していただければと思います。そして対談の方も、もうちょっとで待ってますね。楽しみにしてますよ。よろしくお願いします。それでは松潤さん、また動画の方よろしくお願いします。ありがとうございました。